AI というのはこれから世の中を大きく変える非常に重要な技術になると思っております。ですので富士通はですね、この AI 技術の開発についてこれからもですね積極的に力を入れていきます。でこのフランスのサグレー地域というのは非常に多くの研究機関、公的機関、素晴らしい人材がですね集まっている地域ですので、そこにですね我々の COE を設立したということはですね非常に意義が大きいというふうに思っております。実際にこれを発表いたしまして、この COE があることでですねいろんなですね商談が出てきておりますので、我々はそういったですね世の中のニーズをしっかりと掴んでですねこれからもこの COE をベースにですね研究開発を進めてまいりたいというふうに期待しております。このデジタル革新というのはもう世界中のですね大きな関心事になっていると思います。日本でもその通りです。でただ、仕事上のですねいろんな働き方というのが日本とフランスは違うと思います。例えばフランスというのは おそらくですねトップダウンでいろんなものが決まっていく。日本はですねどちらかというとボトムアップでですねいろんなものが決まっていく、こういうふうな違いはあるんですけれども、このフランスと日本の違いをですね、うまくですね、融合することによってそこに AI という新しい技術あるいはデータを活用するというようなですねデジタル革新のいろんな技術をですね融合することによって面白い働き方ができてくるのではないかなというふうに期待しております。ですのでこれからも本当にこの COE をベースにですね、フランスとの融合を図りながらですねいいものをどんどん取り込んでいきたいというふうに考えております。アカデミアとですね民間企業の融合というのは非常に期待しております。というのはここの、サグレー地域というのはこのアカデミアの集積地帯であるんですね。そこに民間企業である我々がですね COE を設立していろんなですね新しい融合が図られていくのではないかなというふうに思っております。AI の分野、デジタルの分野、いろんな形でですねいいコラボレーションが進めればと思って期待をしております。